スモルゴストータの例、スモルゴストータは伝統的なスウェーデン料理。サンドイッチの一種でケーキのようにデコレーションされているのが特徴。サンドイッチケーキと紹介されることもある。また、日本語のカタカナ表記としては、スモルゴストルタ、スモーガストルタもある。同様の料理を、エストニアではエストニア語、ボイリーバトールと、フィンランドではフィンランド語、ボイリポコクー。 アイスランドではアイスランド語、ブラウスタータと呼んでいる。スモルゴスはサンドイッチを意味し、トータはケーキを意味する。スウェーデンでは、もてなしの料理として、誕生日や何らかの記念日、祝祭日のランチやフィーカでよく食される。通常はパン一金分を使って作られることが多いが、小さいサイズのものも市販されている。日本サンドイッチ協会は、日本風のアレンジを加え、 ケーキイッチという名称を2015年より提唱している。数種類の具からなる3層から4層のサンドイッチを作る。サワークリームやチーズ、デコレーション用性クリームなどを混ぜサンドイッチ全体に塗る。サーモン、ゆで卵、甘エビ、ディルなどでデコレーションする。土台となるサンドイッチは作成してから一晩寝かせて、パンと具材をなじませるとよりうまくなる。ありがとうございます。